はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は、初めて日本アマゾンもしくはアメリカアマゾンで商品リサーチする際のコツ。 についてお伝えさせていただきます。実際の画面をお見せしながら、作業を進めながら説明させていただきますので、一つの提案として捉えていただければ幸いです。今回のポイント、先に二つお伝えします。一つ目、まずは母数を集めるリサーチを行ってください。相場価格がどうだ、だとか、利益額がいくら、だとか、売れ行きがどうだ、だとか、アリババ、中国でどのぐらいの類似品があるのか、だとか、 そういったことは全部後回しで大丈夫ですあくまでも販売するプラットフォーム アメリカアマゾンだったらアメリカアマゾン上で詳細を調べてどんどん数を集めていけば記録していけば OK です。二つ目いろいろなカテゴリーの詳細をちょこちょこリサーチしてください。初心者の方がよく陥ってしまうこととして例えばこのソックス靴下というキーワードで検索し始めたら何十商品も靴下ばっかりリサーチしてしまうということがよくあります。ボスを集めるリサーチはとにかくいろいろなカテゴリーの の商材に目を向けていただくというのが目的ですので、一つのカテゴリーの商材は2、3商品ずつで OK、ですなぜならば、2、3商品見つけておけば、そこから派生して類似品を探すというのは、後からいくらでもできる話なので、まずは一つの商材にこだわるというよりも、いろいろなカテゴリーにツバをつけておいて、後から各カテゴリー深く掘り下げていけば OK ということです。それでは早速リサーチ進めていきましょう。まずは靴下、ソックスというキーワードで検索してみました。重要なポイントとして我々は今、消費者として ではなくセラーとして商材を調べているわけですから相場価格を調べる際にはお客様が商品をリサーチするのと同じような検索結果上検索結果数的には数千件から1万件以下の検索結果上で調べていく必要があるんですが今はあくまでも母数を集めるリサーチですのでそこまで検索結果にとらわれる必要がありませんとはいえこの検索結果どれにしようかなで選べたら苦労はしないんですがちょっと 目移りりしししてままいいすすのでで少し検索結果を絞りたいですその際は検索窓左クリックするとサジェストが出てきます。サジェストというのは今までに調べられたお客様の統計に従ってソックスと入力したお客様はその後こんなキーワードを入力してましたよという客観的なデータを表しています。よってこの検索結果からどれかを選択すればより客 的なデータに基づいて絞り込みを行うことができます今回は一番上、ソックスフォア面をクリックしてみましょう。さっきよりは少しだけ検索結果が少なくなりましたので、この検索結果上から気になる商品を見ていきたいと思います。浅い靴を履いても見えないようなデザインになっている短い靴下が出てきました。これを一つ目の商品として早速記録してもいいんです。 がせっかくこの商品に興味を持ちましたのでメンズノーショーソックスでもう一度検索し直してみましょう検索結果が数千件から1万件以下でかつ検索キーワードに関連した商品だらけになっている検索結果は実際にお客様がここから商品を選ぶ検索結果にもなっていると捉えていただければ幸いです色々な商品があったのですが今回はこの商品が気になりましたのでこの商品のトップの 画像商品のタイトルそして商品ページの URL を記録しておきますこれで1商品終わりですせっかく1商品見つけたのであと1,2商品は関連商品を記録しておきたいのですがこの中でカラフルなものがありましたよって検索キーワードにカラフルと追加で入力してもう一度調べ直してみましょう同じノーショーソックスの中でもとてもカラフルなものが出てきましたこの商品も気になったので登録してお 置きましょう。これで2つ目の商品のリサーチが終了です。そして、この検査結果下の方を見てみると、脳症ソックスではないものの。 カラフルでコミカルで面白そうな長めの靴下も出てきました。こちらも記録しておきましょう。3商品目が終了です。このまま靴下ばっかり調べても仕方がないので、ここから少し視点を切り替えたいと思います。視点の切り替え方、また1から自分で調べていくというやり方もあるんですが、一番簡単なやり方をお伝えします。それは今、目の前にある商品ページの 一般名称以外で検索し直すということです。例えば、ドレスソックスというキーワード、装飾的な靴下というキーワードは、この商品の一般名称になります。そうではなく、商品の素材だとか、デザインだとか、形状だとか、 利用シーンだとか、一般名称以外で調べることで様々なカテゴリーにワープすることができます。今回の検索結果上、このサメ、シャークのデザインが少し気になりましたので、シャークと入力して検索してみます。検索結果上、当然サメに関する詳細がたくさん出てきたのですが、その中で一つ、サメのクッションが可愛いので、こちらも記録しておきましょう。もう4商品リサーチできました。サメだけで ではなく海洋生物のデザインのピローケース、要するにクッションケースも調べてみたいので、 オーシャンアニマルズピローケース、海洋生物ピローケースで調べ直してみます。検索結果いろいろなものが出てきましたが、この中でちょっと気になったものを一つピックアップしましょう。今回は少し写実的なこちらのクッションもリサーチ表に記録しておきます。ご商品目終了です。クッション二つ調べられましたので、また視点を変えたいのですが、このクッション下の方にシェープ、スクエア、正方形と書いてあります。今度はこの正方形と といいううキーワーワドで調べてててみままましししょう正方形の検索結果10万件以上出てきてしまいましたこれだけの検索結果の中から一つ選ぶのはなかなか難しいのでまたサジェストを使ってもう少しだけ絞ってみましょうか下の方にあるスクエアテーブルクロスをクリックします検索結果上当然テーブルクロスたくさん出てくるんですがこの中から今回ちょっと目につきやすいような目立つようなデザインに着目してみましょう商品リサーチを行う際に大切なポイント はは皆さんご自身が好きかか嫌いいの判断でで商品を選ぶ人は二流三流三ととうことですなぜならば、私たちが好きなものをお客様が好きなわけではなく、お客様はお客様が好きなものを当然選ばれるからなんですね。要するに、商材を選ぶとしたら、それが好きか嫌いかではなく、とにかく感情が揺さぶられた商材を選ぶようにすればいいとも言えます。おこの 商品いいじゃんだけではなく、上、なんだこのデザイン、なんだこのカラー、なんだこの商品、自分は買わないな。これも感情が揺さぶられている証拠ですから、そういった詳細は積極的にピックアップした方がいいという話です。今回は私の趣味ではないんですが、こちら、ファサファサがついたテーブルクロスが視覚的に目に留まったので、今までと同様、商品のタイトル、商品ページの URL、そして商品のトップ画像、この3 一つ商品調べましたので、せっかくですから、下にスクロールしてみると、謎のカラーのテーブルクロスが出てきました。見てみると、ディスポーサブル、要するに使い捨てのテーブルクロスということです。様々な色がありますが、取り急ぎ、こちらのカラーの画像、並びに商品のタイトル、そして商品ページの URL もついでに記載しておきます。色味に目が向き始めたので、一つ前の商品に戻ってみましょう。この 緑色、専門的に何色というのかよくわからないので、画像検索で調べてみたところ、シトロングリーンという色に近いかなと思いました。 シトロンングリーン英語で調べてみてみこのシトロンングリーーーといううキーワードで試ししに調べてみましょうかこのような形で、ただ赤とか緑ではなく、〜何々レッドだとか〜何々グリーンのように、ピンポイントなカラー名で検索すると、思いのほか面白い商品にばったりと出くわすことがあります。今回の検索結果、タッセルというなんだかよくわからない装飾物が出てきたんですが、こちらも気になるので取り入れ 記録しておきますせっかく1商品調べたのでこのののでこタイトルの一部の単語デコレーティブクラフトタッセル。装飾的な工芸のタッセル。こちらで検索し直してみましょう。検索結果でなんだか面白いデザインのものも出てきたので、こちらも記録しておきます。そしてこの検索結果の下の方に目を向けてみると、ビーズのセットが出てきましたので、こちらも別商品としてまた記録しておきましょう。そしてこちらの商品のピンクと金色 色が目に飛び込んできましたのでそのままピンクゴールドと入力して検索するとまた新たな様々なカテゴリーの商品が載っている検索結果にたどり着きましたこの検索結果上からピンクとゴールドのハンガーが見つかりましたのでこちらの商品も記録しておきましょうこのような形で色々なカテゴリーの商材を2,3商品ごとに視点を変えながら調べていきとにかく数を集める母数を集め るリサーチを行うというやり方を最初のリサーチとして私はお勧めしております繰り返しになりますが利益額がどうだ売れ行きがどうだそういったことはすべて後回しで構いませんぜひ皆さんもこのような流れで商品の数母数をまずは増やしてみてください今回の動画参考になった方はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです最後までご静聴くださりありがとうございました